皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の運気を上げる魔法の貴子録はできると思ったらできるというお話をしたいと思います。すごく単純で、思考ってシンプルで、できると思えばできるですよね。ただそれだけだから、その自分を信じきれるかどうなのかっていうことと、やり抜けるかっていうことも一つあるんですけれどもね、大抵叶います、そういうふうに思ってれば。だから少なくともできないって言葉は、それを本当にやりたかったらですよ、あんまり使わない方が多分いいです。いろんな私クライアントさん見ててコンサルしてるんですけれども、できないっていう言葉をやっぱり言ってしまうと、脳がちゃんとねストッパーかけるんですよね。できないっていう天井をそこに作ってくれるので、だからもちろん他人のにね信じてもらって、あなたはできるよって言ってもらえればね、それはそれで嬉しいんでしょうけど、でもそうするといつでも他人の力を使わなくちゃいけなくなるので、自分が自分をやっぱり信じるっていうことが大事かなっていうふうに思っているんですよね。だから、売上が上がらない人とか集客ができない人っていうのは、そういう自分をやっぱり信じられてないなっていう感覚がありますね。なんていうのかな、私よく満席思考とかっていうのを言うんですけどね、これは横柄な態度とかそういう意味ではなく、絵としてですね、例えばセミナーやりますとか、なんか会をやりますっていうと、人がわんさかわんさか来てて楽しくてワイワイしてる状態を先に想像して集客を始める人なんですね。だから本当に集客かけてもほぼほぼそれに近い状態を作っていくイメージがあります。もうわんさかわんさかが人がいて楽しいみたいな、そういう状態、結果と未来を先に設定するんですね。だから集客できるかわからないとか不安だとかっていうとちゃんと不安だっていう、集客できるかわからないっていう状況をちゃんと自分で作り出しちゃうので、あったりでもいいから、もう満席で大変とかそういった気持ちでいるっていうことの方が、全体的にやっぱりそういうね状況を作り出すかなと思ってるので、逆にその満席思考で動いてると、あれなんで今回満席にならなかったんだろうとか、そっちを考えるイメージです。だから満席が当たり前って思う、わーわーする楽しい絵が当たり前って思えてる人と、埋まるかどうか不安って思えてる人は、想像してる未来の姿が違うので、当然それに見合った絵をちゃんと脳が用意してくれることになってるんですね。だから傲慢とかそういう意味じゃなくて、自分が自分の教室に自信を持っていて、集まらないから自信がないんですとかっていう人いるんですけれども、集まらないって思ってるから集まらないですよね。それよく思考を逆に考えた方がいいと思いますよ。だから集まることが大前提だった場合には、集まるっていうことが必須なわけですから、集まらない場合にはなぜだろうっていうことになるので、原因を潰していくことになるんですけどね。不安な人のところには人はやっぱり行かないです。営業のプレゼンテーションとかもよくやってましたけども、はったりでもいいからっていうか、有言実行はしますけどね。多少は相手の方にね、信頼していただくために、本当にできるんですかって言われた時には、できますってやっぱり言い切りますからね。できますって言って、もちろん社内調整とかはしますけれども、やっぱその向こうの人は必ずそれができることっていうことをものすごく期待してる、もちろん期待はされてるんですけど、自分がそういうふうに言ったことに対して、あなたを信頼してもいいですかっていう問いに対して、どうぞ信頼してくださいって言われた方が、そりゃ気持ちいいですよね。そこのところで、ちょっとどうなるか分かんないですけど、できる限り頑張りますっていう人と、できますっていう人だったら、どっちが信頼されるかっていうね、そういう話になるので、逃げ道は作んない方がいいですよ。
生徒さんに対してもそうです。こういうこうでこうで先生どうですかねって言ったら、例えばそれが自分が知らない知識とかだったら、調べてね、回答するねって言えば済むことなのに、先生だからこれ知らないっていうのは言っちゃまずいよねとかって思うと、結局なんか取り繕ったような、いまいちな答えを出しちゃって、むしろそれで不信感が増すみたいなね、感じで、分かることはもちろん自信持って言ったらいいし、分からないことは、ごめん、それはちょっと私も勉強不足だった、ごめんっていうのを素直に認められるかどうかっていうのもね、必要な話になってきます。だから、できると信じるし、言い切るっていうことが、その現実を作っていくっていう一つの大きなキーワードになっていきますので、曖昧な答えで答えを返している方は、ぜひその点を自分で振り返ってみていただけたらいいかなというふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。